はいどうも、ウルンスです。今日はですね、ヒットポー様のビデオエンハンサーというソフトについてお話をしていきたいと思います。皆さんはこのソフトもご存知でしたか？で、どんなソフトかというとですね、まあ、タイトルにもある通りなんですけど、AI での動画の修復や高画質化、あとカラー化なんかもできちゃうですね、便利ツールになっております。これどういった時に活用するのかっていう例を挙げるとですね、まあ、例えばなんですけど、こういったね、カメラでの撮影をしたとき、現場ではですね、ああ全然問題ない、バッチリだと思って撮影していたんですけれども、家に帰ってみたらですね、よくよく見るとちょっとだけピンボケしてたとかね、あとは設定を間違えて、本当は 4K で撮りたかったのにフル HD の設定になってたりとか、まあ、そういうことってね、往々にしてあると思っております。まあ、そんな時にこのソフトを使えばですね、ピンボケしてた映像をですね、ピントを合わせてくれる処理をしてくれたりとか、あとは解像度を 4K 画質にアップスケールしてくれたりとか、そういうのができるソフトになっております。自分で紹介しておきながら本当にそんなことできるのかよと、ちょっと疑ってしまうような機能なんですけれども、これできるんだったらめちゃめちゃ安心ですよね。なので今日はですね、実際にこのソフトを使ってみて、どこまでね、実用足り得るのかっていうところも踏まえて、ご紹介をね、していこうかなと思っております。はい。では早速なんですけれども、まずはですね、ソフトのダウンロードの方法からご紹介します。動画の概要欄に専用リンク載せておりますので、そちらからアクセスをいただきまして、このヒットポー様のですね、専用サイトにアクセスをしてみてください。そうするとこの画面に行くかと思います。で、ダウンロードに関してはこの無料のお試しというボタンを押していただければ、ソフトがね、ダウンロードすることができます。無料版があるのでね、かなり嬉しいですよね。で、Mac ユーザーに関しては別途 Mac 版はこちらへというところがありますので、そこからアクセスしてください。公式のホームページの方にダウンロードの方法やインストールのやり方もガイドラインがちゃんとありますので、不安な方はね、そちらを見ながらやっていただければいいんじゃないかなと思います。もう丁寧にですね、アンインストールの仕方まで書いてあるので、かなりこの辺はね、安心して使えるソフトになっているんじゃないかなと思っております。はい、そしてですね、インストールが完了すると、こういったね、ソフトが立ち上がるかと思います。UI はね、かなりシンプルでございまして、大きく項目としては4つほど。1つが高画質化。で、AI ポートレート背景除去。マジックスカイ動画修復といったような内容になっておりまして、これね、どんな機能かというところをそれぞれご紹介していきたいと思います。まず1つ目のですね、こちら、高画質化っていうところですね。これが言ってしまえばもう一番メインの機能になるんですけれども、やり方としては、ここにですね、もう変換かけたい動画をドラッグ&ペーストして開始するという感じになるんですけれども、で、今回ですね、いくつかサンプル動画も準備してありますので、そちらを使ってね、どんな感じに変わるかっていうところをちょっと見ていきたいと思います。で、今回はですね、ポートレートということで、人物のですね、撮影したデータっていうのをアップスケールできるかっていうところを見ていきたいと思います。元の映像がかなりですね、解像度が低くて、もう見てわかる通りかなりぼやけてしまっているんですけれども、ここのですね、AI モデルっていうところ、ポートレート専用モデルっていうのがありますので、これを使ってアップスケールしていくという形になりますね。で、これの他にも、ジェネラルデノイズモデルだったりとか、アニメ専用モデル、あとカラー化モデルといったですね、それぞれのメニューがありまして、高画質化のメニューの中にもいろいろ細分化されているという感じですね。で、効果に関しても一番シャープにする場合、で、ちょっと柔らかめにする設定、あとは高速っていうね、処理を一番早くする設定っていうのもそれぞれありますので、お好みでここは変えていただければいいかなと思います。実際にじゃあどんな感じで効果が見えるのかっていうのは、ここのプレビューでですね、事前に確認することができます。左がですね、オリジナルの方で、解像度が 640×360 でかなりですね、解像度が低いものになるんですけれども、ビデオエンハンサーをかけると、こんなにですね、はい。左から右の解像度の違いがだいぶはっきりわかりますよね。これすごいよな。で、これで問題なさそうですねというのがわかれば、あとはですね、エクスポートの設定を個別でかけていただくことができます。解像度は一応今回 4K に設定してるんですけど、他にも 1080p とか 720p とか、それぞれね、カスタマイズすることもできます。で、ビットレートも変更することができるんですけど、まあこれは自動でいいかなと思います。で、フォーマットは MP4 から MOV だったり、いろいろとですね、拡張しあります。
お好みで選んでいただければと思います。で、保存先っていうところを選んで、この状態でエクスポートをしていただきます。そうするとですね、今変換の方が始まっておりますね。で、この変換をしている間にちょっとね、所注意事項も伝えておくんですけれども、こちらの動作環境に関してはですね、要求スペックがちょっとだけ高めのスペックになっております。どうしても AI でね、処理をするっていうところがあるので、グラフィックカードがね、必要になってきます。いわゆる GPU ですね。一応内容としては GTX の950以上っていうところなので、現行発売しているグラフィックボード付きのモデルであればですね、大抵の場合は問題ないかと思っているんですけど、ノート PC とかでね、グラフィックボードが付いてないモデルとかを使用する場合はちょっと注意していただければなと思います。で、 Mac の場合はですね、 M1 以上のCPU が必要になってくるというところですので、そこだけね、ご注意いただければと思います。はい、ということで、どうこうしている間にですね、エクスポートが完了しておりますね。完了したら、ここのボタンからですね、フォルダを開いていただくことができて、そして、こんな感じでね、出来上がった動画をですね、確認することができると。いや、すごいよな。元々の解像度がかなり低かったんですけど、全然見れる絵になってますね。冒頭ちょっとお話ししたような、例えばね、 4K で撮る予定だったのにフル HD で撮ってしまっていたみたいなね、ケースっていうのは全然あるかなと思っておりまして、そういう場合どんな感じで変わるかっていうところをちょっとね、お見せしたいなと思います。はい、これですね、自分が撮影したフル HD 画質のですね、動画になっておりますね。これを今回はジェネラルデノイズモデルを使って高画質化っていうところを適用していきたいと思います。はい、ということで適用されましたね。オリジナルがですね、さっき言ったフル HD 1080p のですね、映像になっております。それで適用した結果がこちらになっておりますね。この辺のちょっとディティールが甘かった部分がめちゃくちゃくっきりしてくれてますよね。 4K になっているのがしっかりとわかるな、これ。この辺がちょっと怪しかったのがくっきり見えてますね。すご。こういう使い方はね、かなり実用的なんじゃないかなと思っております。あとはですね、この辺のアニメ専用モデルとかってを使えば、こんだけね、くっきり映してくれるわけですよ。すごいな、マジで。どっちかっていうと実写とかよりかは、こういったアニメ調のですね、映像の方が処理はね、かけやすいらしいので、こういったね、アニメーション動画とか、そういったところで高画質化かけるのであれば、こんだけクオリティの高いですね、アップスケールができるというものになっておりますね。データの取り扱いに関してはね、著作権の問題とかもあると思うので、本当にね、そこは取り扱いは注意していただきたいんですけど、ただ機能としてはこんな感じでね、実用的な機能になってるかなと思っております。あと、カラー化モデルっていうのもね、結構すごくって、こういったですね、モノクロで撮影したデータを、このカラー化モデルっていうのを使えば、こんな感じで AI が色をですね、独自で判別してくれて、カラー映像にしてくれるっていうですね、機能になっておりますね。いや、これもすごいよな。なんか、あえてね、モノクロで撮った映像を、この AI で、カラー復元して新しい表現にするっていうのもなんか面白そうだなと思いました。で、他にもですね、フレームの補完モデルといったようなフレームが少ないですね、カクカクの映像を滑らかにしてくれるモデルだったりとか、手ブレ補正モデル、いわゆるブレブレだった映像を補正かけてスタビライゼーションしてくれるですね、機能なんかもあったりします。で、他にもですね、ここAI ポートレート背景除去っていうメニューがありまして、これ何かというとですね、サンプルの動画で試してみるんですけど、被写体がいて、で、背景があって、それぞれを分離してですね、いわゆる被写体をくり抜いてくれるという機能になっております。透明っていうところを選ぶと、こんな感じでですね、この被写体だけがくり抜かれて背景がですね、透過されるというモデルになっております。この背景ぼかしっていうのを使えばですね、被写体だけを浮かび上がらせて背景をちょっとぼかしてくれるっていうような機能もあったりしますね。あと面白いなと思ったのがこのマジックスカイという機能ですね。これに関してはもう空の色をですね、指定した画像や動画に合わせて映像を差し替えてくれるっていうですね、
機能になっております。例えば今これ都会のですね、ちょっと夕暮れ時の空模様になっているんですけど、それをこの快晴のね適用させてみるとですね、はい、こんな感じでもうね時間帯がもう変わってますよねすごい。街並みに対しての光の当たり方っていうところもこの上の空に合わせてですね明るくなっていて、全体的にちゃんと背景の空にですね合わせて馴染ませてくれてるんですよね。いやこれすげえよな。で今回さっき画像を使ったんですけど、映像とかをね使うこともできまして、動画を適用させるとこんな感じで、はい、夜景のですね綺麗な星空が見える街並みにですね一気に変えてくれるというものになりますね。で最後に動画修復の機能もありまして、ちらつきの解消だったりとか、再生できない破損データを修復してくれる機能だったりとか、まあそういったのがねもろもろ入っているという感じですね。はい、ということで、ね、いかがでしたでしょうか。実際に試してみて思ったんですけど、なんか想像以上にちゃんと補正されてるなと思いましたね。特に解像度のアップスケールっていうところかなり便利にね使用できるんじゃないかなと思っております。まあ、どうしても元のオリジナルのデータが解像度低すぎるとアップスケールするタイミングでですねちょっと補正の感が残ってしまう部分があったりしたんですけど、それこそフル HD から 4K のアップスケールとかは全然自然にですねアップスケールしてくれていて、 4K 画質の恩恵っていうのをかなり受け入れてたと思うので、これはねかなり使えるんじゃないかなと思っております。そんな便利なソフトの利用料としてはですね、月額の6600円、もしくは永久ライセンスとしては約5万円という形になっておりまして、お値段的には少しだけね高いかなというところはあります。はい、ただこの便利さからしてみたらですね決して高くはないかなとは思っておりますので、ぜひですね皆さん一度無料版もありますのでお試しいただければなと思います。はい、ということでこちらのチャンネルではこういった形で撮影機材のお話でしたりとか、デスク周りのガジェットをレビューさせていただいているチャンネルでございます。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またコメントなんかもいただけますとすごくモチベーションになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。で実はこちらのですねご紹介したヒトポー様のビデオエンハンサーの他にもフォト AI というですね写真用の補正ソフトもレビューさせていただく予定でございますので、そちらもまたご覧になっていただければ幸いです。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。